マリー・アンヌ・ド・マイ・ネイルは、フランスを売るい15世の大焼け目かけ、ネイル姉妹のご女、シャトール公爵夫人の称号で知られる、ネイル姉妹の中で最も成功した女性。マリー・アンヌは1734年に結婚して、トゥルネル公爵夫人となり、その領地に赴いていたが、姉たちが宮廷で成功するのを羨ましく思っていた。彼女も夫を生かして、ベルサイユに出てきた。 夫はその後しばらくして病死してしまったので、彼女はより自由に振る舞えるようになった。マリーアンヌは飛び抜けた美しさを持つ女性で、宮廷では多くの男性たちに言い寄られていた。彼女はその中でデギュイオン公社クリッシュリューと関係を結んだ。彼のおじであり、ネイル姉妹のいとこでもある、二人の宮廷における後見人であったリッシュリュー元帥は、 王が彼女の美しさに惹かれていることに気づいていたので、彼女を新たな王の愛称にしようと考えた。リシュリューは、マリーアンヌを王付き女官にして王に近づけた。ポーリーヌ・フェリシテの前例があったにもかかわらず、姉、ルイズ・ジュリーはこれを阻止するどころか喜んで迎え入れた。その上でリシュリューは、おいといとこの関係を破綻させ、そして王をそそのかし、王もその気になった。 ところが、マリー・アンヌは、したたかだった。彼女は姉たちの前例を研究しており、どうやって自分の立場を確かなものにするか、自分が何を要求できるのか考えていた。まず彼女は、ルイズ・ジュリーの追放を要求した。そして、王の求愛を一度は拒否した。リシュリューは焦ったが、その後彼女は要求する条件を提示した。邸宅や宝石などの財産を贈与すること。 より高い身分と地位を与えること。王との間に生まれた子は着室主として扱うこと。などであった。王はこの要求をのみ、彼女にシャトール公爵料を与えた。この後彼女はシャトール公爵夫人と呼ばれるようになった。王の愛称としてマリーアンヌは大きな権力を手に入れた。彼女はジャンフレデリック・フェリポード・モールパや、 アンドレ・エルキュールド・フルーリーと敵対し、彼らを攻撃した。彼らを排除して王が政治の指揮を取るように進めた。仕事の嫌いな王は気の向かない作業に少しばかり取りかかったが、大げさに私はあなたに殺されてしまいますよと言った。この頃フランスはオーストリア継承戦争の真っ最中であり、しかも劣勢だった。リシュリューに依頼された彼女は王に盛んに前線に出て、 軍の士気を高めるよう訴えた。彼女の動きの背後には常にリシュリューがいて、彼と彼女とで王をいかに動かすかについて、多くの所感が取り交わされた。彼女の影響力は外国にも知られており、フリードリヒ大王から工作された彼女は、フランスとプロイセン王国との一度はプロイセンの側から保護にされた同盟関係について王に同盟保持を働きかけた。王は、 フランドル・アルザス前線に出たが、同行を希望したマリー・アンヌは止め置かれた。彼女は不安でたまらず、口日を設けて、無許可で王のもとにやってきた。幸いにも王に歓迎され、彼女の地位は盤石に見えたが、突如王は発病して、生命の危機に陥った。弱気になった王は呼び寄せた聖職者たちの意見に、従って愛称である彼女にこの地を離れるように命じた。 彼女はおとなしく、フランスに帰ったが、強気で王の回復を待った。期待は持たない方がいいというリシュリューの助言に対し、彼女は王が健康な体に戻ったら、必ずや彼女を求めるだろうと返事した。結果はその通りになり、王は自分に愛称を持ったことについて懺悔させた、死教を隠遁させ、改めて彼女を呼び寄せた。マリー・アンヌはベルサイユへの帰還について、 彼女について反対だった何人かの役職解任を特にモールパの追放を要求した。王のモールパについての評価は高かったので彼についてはそれを拒み代わりにモールパに王の代理人として彼女を迎えに行くという役目を与えた。マリー・アンヌは勝ち誇ってモールパを出迎えた。彼女はその時少し体調を崩していたので数日後に戻ると伝えたが その後、容体が急変し、苦しんだ末、1744年12月に死亡した。若い彼女の急死は、モールパ独殺説を呼び起こした。現代では否定されているが、後にポンパドゥール夫人が台頭した時、モールパは、自分がマリーアンヌを殺したと周囲に方言することによって、ポンパドゥール夫人を脅かしたという。マリーアンヌの死後、 王は例によって、少しの間愛称の死の衝撃に打ち沈んだが、また新しい愛称を求め始めた。ローラゲー公爵夫人の名前が取り沙汰されたが、やがて明らかになったその女性は、すでに、パリの社交界では話題になっていたブルジョアの娘、ポンパドゥール夫人だった。ありがとうございます。